わふわの泡と素材を楽しむ優しい味わい、クリーミーな豆乳とマッシュルームを使ったキノコのスイーツ、マッシュルームのカプチーノ仕立てをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずマッシュルームは薄切りにします。リンゴは縦4等分に切って芯と皮を除き薄切りにしましょう。フライパンにオリーブオイルを熱し、マッシュルームとリンゴを弱火でじっくりと炒めます。じっくり炒めることでキノコの風味をしっかり引き出すことができますよ。ミキサーに少し冷ましたマッシュルームとリンゴ、温めた豆乳、塩を入れて攪拌します。カップに注ぎココアパウダーを振れば出来上がりです。リンゴを加えるとマッシュルームの香りがマイルドに。冷たく冷やしても美味しいですよ。ぜひお試しください。